お分かりの星、前回の続きからプレイしていきましょう。前回は結構辛かったね。ヌクルーアさんが死んでいます。ヌクルーアさん、あなたは何がしたかったの？この村は神様がお作りになられた。神様は動物の姿を借りて長い間旅を続けた。そしてこの場所に根を下ろし、私たち人間を作ったのだ。今となってはこの言い伝えを信じていない者も多いが、私はそれが真実であると確信している。人が生まれる装置がその証拠だ。あれは神様がお救いになられたのだ。人にあれを作ることはできない。人が人を生み出すことなどできないのだ。人々は神様を信じなくなってしまった。非常に嘆かわしいことだ。あの装置が壊れてしまったのもそれが原因なのだ。愚か者が装置を修理したと豪語しておるが、あれは私が村の人々の分も神様に伝え続けたおかげなのだ。神様に祈り続けたおかげなのだ。新しく生まれてくるあの子だけはそれを分かってくれたらと思うばかりだ。神様は雨がお嫌いだ。雨の日には村中の雨を防ぐ道具を集めて、神様を雨から防ぐ必要がある。雨を防ぐ道具は5つあれば十分だろう。雨に濡れて体が冷たくなると辛いのは神様も私たちも同じだ。傘を5つ集めるってことが結構あるもんね。こういうとこね、雨を防ぐ道具。昔の人間は雨が降るたびにこれを使っていた。今とは違い、雨には有害な物質が混じっていたと考えられている。この村にも何人かこれを持っている物好きがいる。雨を防ぐ道具を手に入れますか？はい、集めに行こうか。5本？マークめっちゃ出てんの。集めに行こうか。ここかい？この構造物はこの村がこの場所にできる以前からここにあったと伝えられている。村の中にはこの構造物が世界を作り出した神様なのだと信じている者もいる。あ、これが神様なの？これがって言っちゃっていいのかな？これでも今は使えないんだ。5本全部集めないといけない？先。そう。そっか、生み出す方じゃないんだ。生み出す方に傘を差すと一瞬思ってたけど。そうだね、神様をね、濡れないようにしないといけないんだね。下行こう。どっちだ？こっちか。下もね、結構人いるから、まだ結構お別れするのも長いことしないといけないよね。でも本当に一人一人さ、細かくあるからさ、なんだろうな、やることは一緒なのに飽きないよね。そこがやっぱすごいなって思う。よし、あと2本上行こうか。よし、ここだ。さて、こっちを先に取って、そっからだね。あったあった。でも最後にしたいことがこれっていうのもね、すごいよね。ものすごい信仰心だよね。俺なんかあれだもんな、なんかやっぱ自分のために動くよね。こんな状況でさ、その他人のことはなかなか考えられないよ。他人でもないのか、神様だもんな。あ、そっか、5本もう持ったからいらないのか。なんで1本多いんだろう。なんか余計めに置いてくれてるけど。よし。あ、これ教会ってことか、この形。なるほどね。ちゃんと一応意味あるんだ。よし。神様、持って聞いたお。はい。あれ？あれ？
あれ、どうやって、これどうすんの。え、これどうすんの。神様じゃないの。あれ、え、でもマークついてるしな。あれ、あれ、これじゃないの。これやっててさ、一つ気づいたんだけど、雨降ってないよね。そういうこと。雨降らないと雨防ぐ道具意味ないからさせないよってこと。何これ、待ってたら雨降んのかな。よし、雨が降ってきた。じゃあさしてあげようか。雨防ぐ道具さしますよ。5つで足りる、これ。もっといるんじゃない。この下から出てるうにょってしてるやつは何なんだろう。めっちゃ濡れると思うけど。妻が死んだあの日は雨が降っていた。とても冷たい雨だった。私たちの命はいつまでも続かないと決められている。神様がお決めになったのだ。だからその日がもうじきやってくることは私も妻も理解していた。私たちの死は神様がお決めになったのだ。だからこそそれを受け入れなくてはならない。悲しんではならない。悲しむことは神様に背くということだからだ。その時妻は外に出ていた。私に温かい水を用意しようと水を汲みに行っていたのだ。帰りが遅く、次第に雨が降っていた。迎えに行くと妻が動かなくなっていた。雨が容赦なく降り注ぎ、妻のぬくもりを奪っていた。気がつくと私は神様の前にやってきていた。怒りと悲しみで我を失っていた。なぜこのようなことをお決めになったのか。なぜ妻は死ななくてはならなかったのか。神様はただじっと雨に濡れていた。雨は神様の体を伝って水の流れを作っていた。そして私は気づいたのだ。神様は私と同じように悲しんでいるのだ。妻の死を私と同じように、私よりも深く悲しんでおられるのだ。私は妻を家に帰して体を乾かした。そして村中の雨を防ぐ道具をかき集め、神様のもとに持って行った。神様も雨はお嫌いだ。そんな話は聞いたことがない。雨に濡れて体が冷たくなってしまうのは神様だって辛いだろうと私が勝手にそう思っているだけだ。ただただ盲信的なだけの人かなって思ったけど、そういうことでもないんだね。死なない方が幸せかっていうと、そういうこともないよね。そこら辺が難しい話だなって思うよね。まあいつまでも、まあでもそうだな。なんか愛する人がいればそう思うもんなんだろうな。まあでもそうだよね。さっきのさ、さっきのっていうか、まあ全パートになるけど、動物の話とかも、いるからこそみたいな、いるからこそっていうか、まあ長生きしてほしいと思うもんな。うん、お別れしよう。なんだろうな、どんどん人が
減っていくことにすごくこう寂しさを覚えるというか、もうだって上は全部終わったわけでしょ、あとは下だよね。早いもんだな。どっちからやっていこうかな。右側から攻めていくか。一番右行く？一回。一番右側から全部見ていこうか。だんだん最初のところに戻る感じでやっていこう。ここが端っこか。オッケー。ドボチルさんは死んでいます。ドボチルさん。あなたは？僕はあるものを作っている。それは光でこの村の存在を知らせるための装置だ。灯台ってこと？村のみんなは僕にいつも言っていた。この村の外には誰もいない。人は世界でこの村だけに生きている。けれど僕はそうは思わない。この村の人はみんなバカだ。こんなバカたちが生きていられるんだから。この村以外にも生きている人は必ずいる。その人たちにこの村がここにあるよと伝えるために僕はこれを作っていた。あとは光を出す装置に設置するだけなのに、光を出す装置の光が出なくなった。それまではきちんと光が出ていたのに壊れてはいないはずだった。中にある金属の筒が外せるようになっているので電池か。新しい金属の筒と取り替えてみよう。ここに光の元が詰まっているのかもしれない。電池ね、探しに来た。だってこれ別に届かないでしょ。日や太陽がなくても光を出せる装置。遠くまで光を届けることができる。誰か世界の果てにいたとしても、この光で少しくらいは安心することができるだろう。手に入れましょうか。手に入れてもな。どうせ、後でここに戻ってくるんだもんね。でも本当に大きさが多種多様なんだね。人というかこの機械ね、役割がそれぞれ与えられてるんだろうけど。電池遠いな。すごいな、なんか田舎の人が電気屋に行く感覚ってこういう感じなんだろうな。まあ俺もそうなんだけど、普通に車使わなきゃいけないからさ、電池買うの。コンビニとかでもいいんだけど、でも大抵なエネループ使うからな最近は。まあ、反対のところまで来たね、これ。電池ください。これか。金属の筒。片方だけに突起がついている。立てるときはその突起を上にしなければ倒れてしまう。金属の筒を手に入れますか？はい。これ、合体させてみる。光を出すと落ち、引き与える。合体させてみよう。すごい仰々しい感じだったけど。よし、帰ろうか。インテリこんなことやるやついねえよなって思うけどね。なんか普通にさっきのとこお店屋さんみたいな感じだったね。なんか雨見るだけでさ、こうちょっと寒い気持ちになってくるよね。しとしととさ、早く帰って明かりを灯そう。でも周りに人がいるって信じるのがすごいすごいよねっていうか、誰も外に出なかったのかな。なんか一人父親が出て行ったみたいな、出て行ったかもしれないみたいなね、そういう話はしてたけど、誰も確かめようとしなかったのかな。設置しようっていうか、ここは脚立使わなくていいんだね。脚立っていうかはしごか。この村はいつか滅びるに決まっている。人を生む装置は修理されたけど、一度壊れたものは必ずいつかまた壊れるし、取り返しのつかないほどに壊れてしまうのも時間の問題だ。僕には一つ何よりも恐ろしいことがあった。それはこの村の最後の人になってしまうことだ。村のみんなが次々と死んで最後に僕だけ生き残る。楽しいことや悲しいことがあっても、それを誰にも話すことができない。
誰も僕に笑いかけてはくれないし、誰も僕を怒ってくれない。もうすぐ滅びる村で、たった一人自分だけは生きている。それを想像するだけで、あまりにも恐ろしくて悲しい気持ちになってしまう。けれどそれは、おそらく僕ではないのだろう。新しく生まれてくるあの子や、その後に生まれてくる誰かが、いつかそうなるのだ。僕はそれを防ぎたかった。村の外の誰かが、この村に気づくことで、世界で生きているいろんな人が集まって、村の最後の生き残りは生まれないかもしれない。もしそれが生まれてしまっても、この装置がいつか誰かをこの村に連れてきて、その人の寂しさを埋めてあげるかもしれない。もし本当に外には人がいないのだとしても、この装置がここにあるということが、その人を少しでも救ってくれるかもしれない。君は一人じゃない。この装置がずっと君のそばにいてくれるだろう。僕はずっとそう思いながら作ってきたけど、その思いが伝わるようなことにはならないように、僕は心から祈っている。祈りが通じなかったって言うと違う気はするけど、届かなかったんだね。現にね、今は自分がやってることがそうだもんね。最後の一人になって、最後の一人だからこそできることをやってるってことだね。でも本当に一人一人さ、まあ役割があって何かしらしてると思うんだよ、機械だからね。って考えると、この主人公はお別れをするのが役割ってことなのかな。ドボチルさんとお別れしよう。でもお別れするのが役割だったら、それこそこの主人公がしたいことを最後にして全て終えてほしいよね。行こう。ここだね。思ったよりいないのかな。どうも、ゆえさんは、ゆえさんかな、ココさんかな、ゆえさんかな、死んでいます。この遺体わかりますか。はい、ある日母がおかしくなった。体をうまく動かせないようになってしまい、なぜか人格も変わってしまった。母はとても優しい人だった。私に怒ったことなど一度たりともなかったのに、それ以来どんな細かいことでも私を怒るようになった。昔私がおかしな形の面白い石を家に持ち帰った。その石を見てよく母と笑い合った。母が変わってからそれは私に投げるために使われた。私が母の思い通りに動かないと石が飛んできた。石が近くにないときは叫ぶように怒鳴った。母はもう一人では生きることはできなかった。ほとんど動かない体で水を汲みにはいけないし、太陽の光に当たりに行くこともできない。母が生きるには私だけが頼りだった。だから私は昔の母を毎日思い出すことで、変わってしまった母との生活に耐えていた。それももう昔の話だ。母が死んだのは随分と前のことだった。母と暮らした家に今私は一人で暮らしている。この家には窓がなかった。だから外に出ないと太陽の光に当たれない。近頃は家の中にばかりいるので、そろそろ太陽の光に当たらないといけないんだろう。おお、当たりに行く。遠くを見る装置、穴を覗くと遠くのものが大きく見える。夜にこれで月を見るとたくさんのくぼみがあることが。そんなに解像度っていうか、解像度じゃねえや、倍率高いの。そのくぼみがなぜあるのかを知っている人は存在しない。クレーターね。太陽浴びるって、あ、これでいいの、これで放置しておけばいい。
日向ぼっこは終わったかい？待ってる間に雨が降ってくるのはなしだと思うんだけどな。変わってしまった母との生活は長く続いた。わざわざ数えてはいないが、10年以上経っていただろう。その時間に喜びなど一つもなかった。常に苦しい瞬間の連続だった。変わった時と同じように、終わりも突然のことだった。母が死にそうになっていた時に、私が考えていたことは一つだった。最後ぐらい、せめて昔の母に戻ってほしい。ここで母が優しい言葉の一つでもかけてくれたなら、今までの辛い日々の全てが報われていたように思う。けれど母は何も言わず、ただ眠るように死んでいった。死んだ母の顔を見ても悲しみは生まれなかった。私の心にあったのは、ただの疲れと少しの喜びだけだった。やっとこの生活が終わる。やっと母が死んでくれた。あれほどまでに愛していたはずの母の死を、私が喜んでしまっているということが、ただただ悔しくて仕方がなかった。母が昔言っていた。人は死んだら同じ場所に行くらしい。その場所では優しかった母が今も穏やかに暮らしているだろう。でも私はもう母と同じ場所へは行けなかった。母の死を喜んでしまうような私が、母と同じ場所などに行けるはずがないのだから。私が行くのは暗くて何もない場所だ。そこにはおかしくなった母がいて、私はずっと石を投げつけられるのだろう。そこにもう終わりはない。私にはそれがお似合いだった。やっぱりここの人、基本的に優しいんだよね。だからこそこう、辛い思いをするというか。その自分にさ、そういう経験がないから、何言ってもそんなに、なんか信憑性じゃないけど、ないんだけど、仕方ないことなんじゃないかなって思うよね。どんな母でも愛していたわけじゃないでしょ。石を投げて来るようになってしまったら、やっぱりどこかってか、難しいよね。だって今の日本でだいぶね、直面してる問題だもんね。優しかった母と会えるといいね。ゆっくり休んで。10年以上だもんね。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。